熱帯低気圧から変わった台風15号は、室戸岬の南およそ300キロにあって、時速20キロで北に進んでいます。今夜にかけ高知県にかなり接近し、その後東寄りに進路を変えるとみられます。県内はこのあと昼過ぎまで大気の不安定な状態が続きますが、雨風ともに大きな影響はないとみられています。ただ県東部を中心に局地的な激しい雨や雷雨となるところがあり、注意が必要です。また海上ではうねりを伴って波の高い状態が続く恐れがあります。海岸には近づかないよう注意してください。